ディキシードレッグスは1970年代に結成されたアメリカのプログレッシブロック、サザンロック、ブルーグラス、ジャズロックバインド。サウンドはプログレッシブロック、ジャズロックを基調に南部アメリカ特有のドライなカントリー要素をふんだんに盛り込んでいる。ほとんどの楽曲をスティーブ・モーズが手掛けている。フロリダ州のマイアミ音楽大学に在籍する同級生仲で、 ディキシードレックスを結成。1974年、メンバーを先行して、ギタリストのスティーブ・モーズとベーシストのアンディ・ウエスト、ドラマーのロッド・モーゲンスタイン、バイオリニストのアレン・スローン、キーボーディストのフランク・ジョセフの5人で活動を続ける。1975年に、アルバム、ザ・グレート・スペクタキュラを自主制作。1978年に、 キーボーディストに T. ラビッツが入れ替わり、ジョージアシューメコンのカプリコーンレコードを通じて、ファーストアルバム、フリーフォールを発表。1979年にリリースされた3作目のアルバム、ナイト・オブ・ザ・リビング・ドレッグスは、1980年のグラミー賞のベストロック・インストゥルメンタル・パフォーマンスにノミネートされた。所属先のカプリコーンレコードの倒産に伴いアリスタ、レコードに移籍。 グループ名をザ・ドレッグスと改名した。同バンドは1982年のインダストリースタンダードリリース後一時活動を休止。1980年代後半にディキシー・ドレッグスとして活動再開している。最近のグループメンバー個々の活動は、スティーブ・モーズはディープパープルに、ロッド・モーゲンスタインはウィンガーに参加し、 ティー・ラビッツは、グレート・フル・デッドの曲を楽器のみで演奏する、ジャズ・イズ・デッドを結成している。過去に参加したバイオリニストには、マハビシュヌ・オーケストラのジェディ・ウッドマン、またベーシストに、スティーブ・モーズ・バンド、ジョー・サトリアーニのバンドメンバーとして知られるデーブ・ラ・ルーがいる。2018年、オリジナルメンバーが再集結し、ライブツアーを開催した。シングル、ディキシードレックスの オリジナルラインナップが最終結40年ぶりのライブツアー開催へ。アマス2017年12月3日閲覧。ありがとうございます。